電気信号トラックって何？サーチ。シリーズ東京2199。今日は急激に若者の生活を蝕む電気信号ドラッグにフォーカスします。最初は遊びのつもりだったんですけど、だんだんエスカレートしていって。そう語るのは、先月電気信号ドラッグ依存症と診断された A さん。彼女は2年前、渋谷区のナイトクラブで電気信号ドラッグに出会いました。依存症もないっていうし、みんなやってるので、私も軽い気持ちでやるようになったんです。踊ってるとだんだんやみつきになっちゃって、コイン状の電極パッドを額に貼り付け、脳を電気信号で直接刺激する電気信号ドラッグ。精神依存性は極めて高く、電気信号ドラッグを利用したダンスや性行為は一度試すと抜けられないと言われています。そんな電気信号ドラッグの中毒患者が行き着く先が電気信号靴です。現在私は都内某所の電気信号靴に潜入しています。薄暗い部屋には1人、2人、3人、薄暗いベッドの中に横たわったまま身動きしていません。頭に張り付いた電極パッドが彼らの脳に信号を送り続けています。衰弱して腕を上げることすらできない彼らをヒューマノイドオペレーティングマシンが介護しています。とてもとても恐ろしい光景です。依存者は前年に比べて約 20% 増えていると推測されています。電気信号ドラッグの蔓延を私たちは防ぐことができるのでしょうか。電気信号ドラッグのご利用は計画的にを心がけましょう。次です。今日、汐留ベジドームで東京最大級のタワー野菜ビルディングが崩壊しました。郡警察では構造計算書の偽造があったのではないかとみて調査を進めています。電気信号ドラッグへの理解深まる。東京メクロ発売まであと2日。